理系の告白の仕方。俺とお前の判別式はゼロ以上じゃないか。ちょっと自分でも意味のわからないギャグです。はい、今回は放物線と直線の共有点っていうちょっとした応用かもしれないですけど、まあ応用じゃないけどね。はい、やっていきます。2台ぐらいで、まあ今までやったのは X 軸と放物線、二次関数の共有点でしたね。で、あれどうやったかって言ったら0を代入してました。で、二次方程式にして解いてたりしてたんですね。判別式入れたり。いきますか。で、X 軸っていうのはちなみに y イコール0なんですよ。だから y イコール0と y イコール x 2乗マイナス 4x プラス5っていうのの共有点を求めてたんですね、今まで。個数とかでもいいですけど。だから0入れてたじゃないですか。だから基本的に共有点とか言われたらあれって連立してるんですね、これと y イコール0のやつを。だから共有点って基本的に言われたら連立するんですね。 OK ですか。だからこれも一緒です。このグラフとこのグラフを連立方程式ですね、するんですね。書いてきます。はい、連立しました。で、連立するときはこのマークが一応数学的には連立っていうマークになると思うんで書いておいてください。で、これとこれ代入してるんですね。いつも X 軸だったら y イコール0を代入してるんですよ。それと一緒です。今回は直線なんで直線をここに代入します。そして、こんな風になって移行したらこういう二次関数、二次方程式になりますね。で、因数分解して X を1と4って出ます。で、この時の y も求められたんです。座標なんで。どっちに入れてもいいですよ。でも絶対こっちの方が簡単なんで、x イコール1の時1入れると2ですね。いきますか。で、x イコール4の時4入れると5になります。だから、共有点の座標っていうのは1、2、4、5って出せます。いきますか。もう共有点って言われたら連立です。はい。で、一応、打てるかどうか確認するときは、1こっちに代入したら、1-4×1 なんで、マイナス4。で、5なんで、6-4で2ですね。やってます。で、4入れると、4-4=16。マイナス 4×4=16。で、0で5。やってますね。大丈夫です。次いきます。はい、次です。放物線 y イコール x2 乗マイナス1と、直線 y イコール 2x マイナス k が接するとき、定数 k の値を求めろ。いきますか。で、これも一緒です。で、接するっていうのをイメージしてほしいんですけど、接する x 軸と接するときって共有点1個だったじゃないですか。だからそれ聞いてるんですよ。座標じゃなくて共有点1個のときっていうのを聞いてるんですね。で、さっきの問題って最終的に二次方程式になったじゃないですか。これも一緒ですね。連立方程式したら二次方程式になるんです。だから接する、つまり共有点1個っていうのは判別式が0ですね。 OK ですか。それで解くんです。ちょっとやってみます。はい。で、接するときとか、まあ2つ与えられたら連立方程式しますね。で、片方を片方に入れます。そしたら移行したらこんな風に二次方程式ができます。で、さっきも言ったように接するっていうのは共有点が1つですね。だから D が0になるんです。つまりこれの判別式を D と置くとってまた書かないとダメなんですね。こんな風に置きます。で、今回も一応偶数ですよね。 X の係数が 2×-1 ですね。だから4分の D 使いますよ。 D でもいいですよ、別に。はい。4分の D っていうのは2×-1 のマイナス1のところが B になるんですね。 b2-ac っていうのは今回ここです。マイナス1プラス k のところです。だからマイナス1の2乗マイナスマイナス1プラス k でプラスになってプラス1なんで2と k、 2プラス k が0の時に接するっていう条件を満たすので、これは必要十分条件ですね。だから2プラス k イコール0って書きます。それで、これを移行したら、k イコールマイナス2。だから、求める k っていうのはこれです。これが答えです。いきますか？一応 D でもやっといてあげますね。はい。もし、4分の D とか苦手やなーっていう人は、普通に D でやってください。
ここが B ですよね。だから B2 乗マイナス 4AC でやると、まあ、計算したら8プラス 4K になります。4たす4と 4K。いきますか？これが0の時なんで、こう置きます。8プラス 4K イコール0、4K イコールマイナス8になりますね。いきますか？だから、4で割ると K イコールマイナス2。答え一緒ですね。だから4分の D とか、解の公式のもう一個のやつは、楽してるだけです。はい。だからどっちでもいいです。じゃあ、もう一度解いてください。チャンネル登録してください。お願いします。